く捕まえましたよ。どこをほっつき歩いてたんですか。ユリ・ローウェル。ソディア。で、フレンがどうしたってんだよ。あ、はい。あの怪物が空を覆ってから大勢この大陸から避難しているんです。でもギルドの船団で帝国の護衛を拒否するのがいて、隊長はそれを放っておけなくて、魔物に襲われた船団はヒピオニアに漂着。僕たちは戦ったけど、だんだん追い詰められて、私たちだけが救援を求めるため脱出させられた。でも騎士団は各地に散っていて、もう皆さんにお願いするしか方法はないんです。しかし時が経ちすぎた。隊長はもう。相変わらずつまんねえことしか言えないやつだな。何？諦めちまったのか。お前何のために今までやってきたんだよ。私はあの方、フレン隊長のために。あの時だって。メソメソしててめえの覚悟を忘れて諦めちまうやつに、フレンのためとか言わせねえ。覚悟？リンゴ頭、ヒピオニアだったな。ええ。そういうわけだ。ちょっと行ってくるわ。みんなはタルカロンに行く準備を。え？私たちも行きますよ。そうだよ。悪い癖だよ、ユリ。そう言うけどな、割とヤバそうな感じだぜ。なら、なおさらあなた一人で行かせるわけにいかないわね。それに、バウルが言うこと聞かないと思うけど。一人はギルドのために、ギルドは一人のために、なんでしょ？時間ないなら、ちゃっちゃっと言って片付けようじゃないの。うちは噛みついたウツボ以上の勢いで死ぬまでユーリについて回るぞ。ったく、付き合いいいな。ほんじゃ、行くか。おう、ブレイブベスペリア、出撃。うん、頼みましたよ。じゃあソディア、僕たちは引き続き救援部隊の再編を。ああ、ユリ・ローウェル。ユリ・ローウェル。なぜだ。どうしてあの時のことを咎めない。私はお前を。水に流したつもりはねえ。けどな、俺は諦めちまった奴に構ってるほど暇じゃねえんだよ。諦めてなど。ならなんで一人ででもフレンを助けに行かない。俺を決してでも守りたかったあいつの存在をどうして守りに行かねえ。私では、あの人を守れない。頼む。彼を助けて。お願い。言われるまでもね。お願い。ああ、あんたの言うことで一つだけ同意できることがあるぜ。俺は罪人。いつ切られてもおかしくない。そしてフレンは騎士の鏡。今後の帝国騎士を導いていく男。その隣に罪人はふさわしくない。俺はさしずめ、あいつにふさわしい奴が現れるまでの、まあ、代役ってやつさ。ユリ。
フレンってなんかいつも危険な目に遭ってる気がするね。彼はいつもそうです。人々を守るために自分が傷つくことを厭わない。あいつ無茶するからな。あんたもそうでしょ。まさにルイトモってやつね。あら、みんな同じでしょ。あ、何がよ。ブレイブベスペリアは面倒なことになっても結局放っておけないものな。みんなほっとけない病だからな。はい、だからフレンもほっとけないんです。うんうん、そうそう。じゃあほっとけないから無茶しに行きましょう。煙だよ。あれ全部魔物。アスタルが死んで統制を失った反動らしいわ。大陸中の魔物が殺到しているみたい。本当にあのどこかにフレンがいるんです？多分な。どうすんのよ、まさか全部倒していくつもり？平気なのじゃ。2日ほどあれば全部倒せるのじゃ。多分使って。そんなのんきな。リタ、例のリタ製デインノモス使えないか？星はみぶっ飛ばすみたいに魔物蹴散らすってか。そうね、精霊の力に指向性を持たせて結界状のフィールドを展開し魔物だけを排除か。できるはずよ。でもそれは星はみに対するためのものでしょ。けどそれしか何とかする方法を思いつかないよ。今使うか後で使うか悩ましいところじゃの。使わせてくれないか。頼む。私からもお願いします。デインノモスは人を救えるものって信じたいから。そうね、これぐらいバーンとできちゃわないと星はみになんて通用しないわ。そうならそうしましょうか。ユーリのアンちゃんがわがまま言うのも珍しいしな。たまには聞いてあげないとね。ったく、茶化すんじゃねえっての。それで具体的にどうするの？魔物が一番集まってるところで起動。これだけ。簡単でしょ？簡単だな。おいおい、ねえ、せっかくだからその装置名前つけようよ。リタ製デインノモスじゃあんまりだし。は？あ、まあ好きにすれば。
明星一号。やめればよかった。まあいいんじゃないか、シンプルで。バウルでも下手に近づくと危険ね。少し離れたところで降りるわ。よし、一丁行くか。すごい状態。あの中に突っ込むんだ。見て、あそこ。船。おいおい、相当追い込まれてるぜ。見えなくなってしまったのじゃ。急いだ方が良さそうね。思い切って突っ切りましょう。行くぞ、はぐれるなよ。後ろからかよ。慣れないメンツ。騎士団の名にかけて踏みとどまるんだ。これはもうダメなのである。限界なのだ。バカモン、弱音を吐くんじゃない。うおしまった。生きてるか、ユーリ。どうしてここに。上官思いの副官に感謝しろよ。ソディアン。そうか。だがこんな状況だ。このままではいつかやられてしまう。切り札は我にありってね。なんだって。こいつを敵の真っ只中でスイッチポン。するとボンってわけだ。敵の中心で。この数だ。簡単じゃないよ。簡単さ、俺とお前がやるんだぜ。あ、わかった。やってみよう。みんな、こいつの起動は俺たちがやる。ここは頼んだぜ。あんたらだけで行く気？無茶でしょ。ここの守りを手薄にするわけにはいかない。ここを守り抜かれば、僕たちが魔物を退ける意味すらなくなるんだ。魔物を倒すためじゃなくて、みんなを守るためだもんね。そういうこと。わかりました。ここは任せてください。うちらは適当に頑張るのじゃ。ありがたい。頑張ってね、二人とも。行くぜ。あ、飛ばしていきますか。待てないよ。大丈夫か。
そこくたばんないように気をつけろよ。心配無用、君こそよそ見してたら足元救われるよ。お前があまりにもいい男だから見とれちまってよ。何バカな冗談も、ほら動揺してる場合じゃねえぞ。動揺なんてしていない。隠すな隠すな、真面目に戦えよ。俺でも真面目だぜ。話しかけられると集中できないんだ。俺話してないと集中できないんだな。しょうがねえ。空連襲撃魔人連合。虚空烈襲撃。高級なる彼方に現れ、闇を滅せよ。ディバインクロニック。使わせてもらうよ、マジンキュー。虚空烈襲撃。新人機野戦連動。飛ばしていきますか。そこ。俺もぼやぼやしてらんねえな。虚空烈襲撃。シリソダン失戦功。虚空烈襲撃。無理しちゃダメだ。新人剣マルコス。虚空烈襲撃。飛ばしていきますか。使わせてもらうよ、虚空烈襲撃。虚空烈襲撃。虚空烈襲撃。大丈夫か。悪いな。虚空烈襲撃。魔人剣。虚空烈襲撃。虚空烈襲撃。甘いよ。虚空烈襲撃。甘いよ。虚空烈襲撃。虚空烈襲撃。飛ばしていきますか。やるね。虚空烈襲撃。虚空烈襲撃。虚空烈襲撃。甘いよ。虚空烈襲撃。聖なる覚悟。来い。ファーストエイド。虚空烈襲撃。虚空烈襲撃。
撃飛ばしていきますか。じゃあ大丈夫。マジン、グーレ襲撃。グーレ襲撃。さすが騎士団長、君も腕上げたね。努力の賜物ってか。そろそろ群れの中心だ。まだ戦い足りねえけどな。こんな時だというのに君は楽しそうだな。お前こそ。さあユーリ。おう、クライナー。これで大丈夫。ありがとうございます。エステリーゼ様、あまり無理するなよ。明星1号壊れちまったか。悪いことしたな。うん、コンテナに使ってた素材がもろすぎたみたい。すまない、僕らのために。大丈夫、コアも無事だし修理はできるわ。ただ思った以上に怪我人が多いのじゃ。エステルのおかげでみんな命は取り留めたけど、すぐには動かさない方がいいわね。しばらくここで守り抜くしかないか。それならここを砦にしてしまえばいいんじゃない。お久しぶりね、ユーリ君。ブレイブ・ヴェスペリアの噂聞いてるわよ。手配してた傭兵では十分じゃなかったよね。こちらの不手際で迷惑かけたわ。いえ、ギルドも今混乱しているでしょう。ご尽力感謝します。お詫びと言ってはなんだけど、ここの防衛に協力するわ。あんたが戦うってのか。まさか、私は商人よ。まあ見てらっしゃいな。フレン隊長、無事でよかった。ウィチル、何かあったのか。はい、例のアスピオのそばに出現した塔ですが、妙な術式を周囲に展開し始めました。紋章から推測するに、何か力を吸収しているようです。それに合わせてイリキア全土で住民が体調に異変を感じ出しています。吸引体調、それって人間の生命力を吸収してるってことじゃん。デューク、生命は純度の高いマナー、それを攻撃に使うつもり。人間すべての命と引き換えに星神を倒すってのはこういうことだったのね。術式は段階的に拡大しています。このまま行くと、いずれ全世界に効力が及ぶ可能性が。そんな、うだうだしてらんねえな。でも思った通り、このままだと精霊の力が足りないわ。
明星一号を修理してもそれだけじゃダメね。あんなすごい威力なのに。星はみの大きさからするとあれの何百倍もの力が必要になるわね。何百倍？そりゃまた。やっぱり最悪相手ともなると途方もない力がいるんじゃの。やっぱコアを精霊に変えるしかないか。待ってくれ、僕らにも分かるよう説明してくれないか。そうだな、ちゃんと話そうと思ってたことだ。ナフレン、ヨーデル殿下やギルドの人間にも聞いてもらいたいんだ。ここに呼べねえか？もうユーリ、皇帝をこんなところに呼びつけようっていうの？君は本当に君のままだね。それでこそユーリなのじゃ。なんだってんだ。わかった、なんとかしてみるよ。その代わりユニオンやパレストラーレンの人たちには君が話をつけてくれ。わかった。ならラングレストとノードポリカね。ああ、またひとっ飛び頼む。